どうも、皆さん、こんばんは。ユニタイムズの時間です。どうも、おはようございます。ユニタイムズの時間です。時間です。はい。なんかいろんな時間に本当にね、配信してるので、もう、24時間朝なのか昼なのか夜なのかわかりませんが。わかりませんね、もうね。はい、時差もありますしね。まあ、時差もありますしね。それじゃあ、まあ、早速ね、ちょっとこう、今回はいつも割と一方的にね、うんうんうん、こうです、ああです、みたいなことを、お話ししてるんですけれど、今回ちょっと特別な形で、皆さんにね、おっちゃんの方からいろいろ問いかけていきたい。お、うん、いいですね。はい。そして、ぜひこれは、YouTube 結構中心に上げてますのでね、うん、その下にコメントっていう形で、つけていただいても結構ですし、うんうん、直接お電話いただいても、結構やと思います。うん、はい。まあ、差し支えなければね、コメントをどん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 入れていっていただいたらいいと思いますけども。そうですよね。もう、はい、コメントバンバンね、入れてもらったらもう全然嬉しいですよね、僕らもね。コメントつけるとね、誰がつけたのかって他の人が見たときに、あ、この人こんなコメントつけあったとかなんかいろいろ、Facebook に繋がったりとかなんかいろいろあるわけですよ。そうですね。それ嫌がる人っていうのもやっぱりね、あると思うんで、まあ、お電話でももちろん結構なんで、コメントつけるときにね、でも匿名でつけることできますよ。ああ、すごいね。なるほど、そうなんだ。そうです。YouTube でコメントつけるときっていうのは、アカウントを持ってる人は、そのアカウントで、うんうん、基本はね。うん。でも、その、匿名でやりたかったら、そのアカウントを一回消してから、自分で好きなアカウントをつけてコメントつける。確かできたと思う。そういうふうな形でね。はい。はい。じゃあまあそういうちょっとね、神業的なことも、使ってできるということですので。はい。ぜひぜひ。どん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 コメント入れていただいたらいいと思います。じゃあ早速なんですけどね。はい。もう、一発目からこのね、やっぱちょっと本質的な話をって言いますか、テーマにしていきたいと思ってますので。うん。まずね、皆さん、こう聞いておられる皆さん、人間は死んだらどうなるというふうにお考えなのかっていうことを、いろいろ、ダダダダダッとね、コメントいただきたいんです。ああ、もう最初からぶっ飛ばしてきましたね。はい。まずは、ある派なのか、ない派なのかというかね、うんうんうん、あると思ってるのか、ないと思ってるのか、うんうんうん。で、あるという人は、何かその根拠があればね、ぜひそれもこう書いていただきたいし、うん、ないという人があれば、そのないという根拠を挙げてほしい。うんうんうん、闇雲にあるとかないとかじゃなくてね。はい。これ一つ目。はい。もう次二つ目いきますよ。あ、はい、もう。もう以上で。はい。もうもう問いかけをどんどんしていくんですね。まあそんなたくさんないですけどね、今日は、ね。はい。で、とりあえず死んだら、まあ、言ったら死後の世界があるのかないのか、その理由とか根拠とかのコメントね。うんうん、まあ自分の思いでいいわけですよね。あ、もちろん。はい、はい。あるいはもう研究したことがあったら研究成果をバッとね、述べてもらっても結構ですし。はい。それでね、パート2。パート2って言わないね、こういうのはね。その2。うん、パート2か。はい。次もね、もう一つスピスピですけどね。はい。まあ、俗に言う神。神の存在、うん。で、これを同じです。あるのか、ないのか。あるっていう人はその理由とか根拠ね。ないっていうの人だったらその理由とか根拠。まあ、あるないよりもいるいないじゃないですか。ああ、そうですね。これは、でもね、人格とかその意思がないって思ってる人からしたら、ひょっとしたら、物質的っていうのもおかしいですけども、あるないなのかもしれないですね。ああ。まあ、そこまで言うとちょっとこう、くどいんでね。はい。いるのかいないのか。そうですね。大変失礼いたしました。いえいえ。いるのかいないのかね。その理由とか根拠ね。はい。でね、このね、神の存在っていうのも、まあ問いかけがね、曖昧なんですけれどね。だから神っていうものをどういう定義としてするかによって変わってくるので、もう少し言うとね、まあいわゆるこの、すべてを存在せしめた元の存在。まあいわゆる原因者というのかな。そういう意味での神ということにしておきましょうかね。うん、うん、うん。で、そして、まあ、できればさらにね、その、すべてのものを存在せしめた、まあ、俗に言う、まあ、創造主とも言われたりしますけれどもね。うん、うん、うん。
それが、もし、いるとするならばね、人格を持ってると思ってはるのか、思ってないのか。で、もし人格を持ってるってならば、そのね、理由とか根拠、その反対も同じ理由とか根拠っていうことでね、挙げてもらいたいと思いますし、で、次はね、ちょっとこの、その、創造主というかね、すべての存在を、存在せしめた、存在を、この肯定する人に対しての、あの質問っていう形でちょっと限定されますけれども、うんうん、なぜその創造主というか、その神というかね、うんうんうん、現存在というか、現原因っていうのかな、うんうん、第一原因。何のためにじゃあ、この宇宙や人間を創造したのか。その目的とか理由。うんうん、なかなか面白いですね。3でイエスと答えた人に、はいはい。質問ですみたいな感じですよね。今のはそんな感じですね。今のはね。はい。だから2でノーと答えた人は、ちょっとお休みになるんですけどね。ですね。はい。ね、まあ、おっちゃんから今ちょっと2つとその1っていう形で、皆さんに問いかけさせていただきましたけど、ここでちょっと市民代表のね、お兄ちゃんからも、ちょっと何か一言いただきたいので、おっちゃんとしては。ちょっとお願いします。まあそうですね。僕の方からは、まあ若干補足になるんですけど、おっちゃんのその意見のね。おっちゃんがその、よく言うとか、おっちゃんの質問の中にある、その理由とか根拠とかね、そういうふうに、おっちゃん言ってるんですけど、まあ、そのコメントにはですね、はい、その全然どんなコメントでも全く自由ですので、はい、その完全なる想像とかね、うん、あと、それはもしかしたら周りに妄想とか呼ばれてるものとかでも全く構わないので、うんうん、むしろそういった意見とかも聞きたいというかね、いろんな人がどんなことを考えているのかっていうのを知りたいだけなので、うん、そうですね。なんかその科学的な論拠が背中のかなとか、なんか難しい言葉使わんとあかんのかなとかね、うん、いろいろいっぱい知らなかのかなとか、そんなことはあんまり考えないでください。特に気にしなくても、はい、何もしない人が、私こう思うねん、俺こう思うねんのぐらいのものでええと思うんでね。うんうん。ご自由にどうぞ。はい。ということですので、本当ご自由にね、はい、お願いしたいと思います。うん。それからね、これはちょっと、かなり偏っている部分があると思うんですけれどもね。うん。お釈迦様についてちょっと。だからこれはもう、関心のない人にとってはね、かなりちょっとなんか、距離のある質問なのかもしれないですけれども。そうですね、まあ、仏教なのでね。仏教の開祖って言っていいのかな、これは。そうですね。そのね、お釈迦様っていうのは、宇宙の真理をすべて解明していたと思うか思わないか。なんか変な質問ですね。ああ。お釈迦様にもまだわからない部分があって、成仏されたのか。どう思うか。それ、みんな結構知ってるんじゃないですかね。まあ、そうでもないの。そうですかね。ああ、わかんない。僕は結構興味があるというかね、昔、うん、そういうことを学んだので、はい、うん、そういうことを学んだので。じゃあ、ちょっとね、市民代表として、さっきこの代表という立場で、今まで学んできた、その仏教っていうのかな。それに、そういう観点から見たときに、例えば今の質問だったら、うん、お兄ちゃんはどう答えるか。まずちょっと、みんなの前、お手本みたいな感じで。まあ、そうですね。まあ、手本になるんかどうかわかんないですけど、はい、仏教自体が、まだまだ不完全なものだと思うしね。うん、で、もうその今の仏教とその元々本来お釈迦さんが言おうとしてたことっていうのはもう全く違うものになっとるんでね。まあ、もちろん一部分はもちろん一緒ですけど。だから、お釈迦さんが言おうとしてたことをもちろん完璧に、伝えたとしても、お釈迦さんは、最後のステージに行くことなく、まあ、
死んでしまったっていうのはね。うんうんうん。まあ、これは結構みんな知っとるんちゃうかなとは思っとったんですけどね。ああ、なるほどなるほど。でもまあ、おっちゃんからも言えば、もう本当にそのごとくですよね。その本来の、まあ、開祖と言われるのか、そのね、お釈迦さんが伝えたかったこと、言いたかったことっていうのが、どれだけ正しくお弟子さんに伝わって、そして今日までね、世界的に広がっていったのかって言えば、もうこれはクエスチョンですっていうよりも、もう明らかに正しく伝わってないと言った方がいいと思いますよね。うん、正しくは伝わってないですね。まあでもこれもね、おっちゃんがそう言うたから言うて、なんか、このね、ご両親みたいになってしまっちゃいけないので、まあ皆さんはどう考えるのかっていうようなところで、ちょっと、置いときたいと思います。そうですね。はい、僕もおっちゃんも全然知らないことを知ってる人っていうのは絶対いると思うんですよね。そうです。で、実は、あ、そんなんちゃうで、と。実はこうやねで、っていうね、うん。そういう、こう、教えてくれる人っていうのがいると思うんですよ。うん、そのお釈迦さんはほんまは最後の世界、最後のステージまで行ったんやで、とかね。なるほど。で、俺は知ってるとかね、私は知ってるとかっていると思うんですよね。はい、それやったら全然、そのね、ことを言ってくれたりとか教えてくれたらね、もうすごくありがたいことだし。はい。すごいね。お聞きしたいんでね。うん。じゃあ、そういった意見ね、お電話でもコメントでも欲しいと思います。うん。じゃあね、ちょっと次ね、ちょっと、ある見方からしたらちょっとぶっ飛んだ質問ですけれどもね。はい。ぶっ飛んだ質問。過去のはい、ぶっ飛びましょうかね。過去のオウム真理教。おー、ぶっ飛んでますね。ぶっ飛んでますけどね。はいはい。オウム真理教をね、おっちゃんが、一番最初に、この存在を知ったときにね。うん。そして、その信者が、まあ、言うたら、それなりのエリートの人が多いじゃないですか。そうですね。東大とか、ね。若者が、うん、そうです、うん。若者が多いっていうのも特徴やったしね。うんうんうん。なんでそんなね、このエリートと言われるような人たち、が、しかも若者がね、うん、どん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 この入信していったのか、皆さんどう考えるのかっていうのをね、あ、ただ単にね、オウムは悪いとかね、うん、そうなったらなんかオウムの味方、片棒勝手でみたいに思われそうやけども、うん、一切そんなことはないんですけども、おっちゃんはそれをね、非常に疑問に思ったんです。単純に反対とか批判する前にね、うん、なぜあんな素晴らしいというか優秀な若者たちが、あそこまで傾倒できたのかってね。うん。まあ、おっちゃんはおっちゃんなりに調べました。うん。そして、あ、なるほど。これは、エリートであればあるほど、入るなと思いましたね。なぁ。うん。だけど、おっちゃんはもちろん入りませんでしたよ。うん。なぜかって言ったら、いや、そりゃそうでしょ。はいはい、いやいやいや、そんなことないですよ。みんなね、表向きのオウム真理教しか知らないので、結果的なね、サリンとかいろんなね。うん、だから、あれは悪だってなるからそうなんですけど、あ、悪だってなる前に、オウムに出会い、うん、そしてその教えを聞けばね、うん、入っちゃうんですよ。うん、僕もね、オウム真理教にすごい興味があって、結構どういう教えをしとるんかなとかね。ほうほうほう。そういうのを調べたりとか、あとはまあ、なんちゃら学会って言われてるね。はい、なんとも、なんちゃら学会ね。教えをね、はい、どういうふうな教えなのかなっていうのを調べたことあるんですけど、はい、なんか、いや、ええこと言うてますもん。うんうん。まあ、ええこと言ってますね。うん。で、こう、知識がそこそこあれば、うん。ああ、これって、ここのことを言うとるんやろな、とかね。うんうんうん。ああ、これってこういうことを言うとるんやろな。ああ、じゃあ、この人は正しいんや、って思う箇所っていうのが、そこかしこにあるわけですよね。うんうんうん。ああ、なるほどね。うん、うん。いや、でもね、その部分は確かにそうなんですよ。で、これね、ちょっと今日ね、質問シリーズやったんですけどね。はい。今ちょっと面白い話出てきてね。これ質問シリーズプラスね。もうちょっとこう、
オウムで続けたい部分が。ああ、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。で、まあ、おっちゃんは、まあ、確かにね、いいこと言ってるっていう、今、まあ、言葉が出てきてね。確かにいいことなんですけど、表現変えたらね、いいことというより、非常に理論的でね。まあ、何が理論的かというと、彼らの世界観とかね。ああ。歴史観。うん。これはおっちゃんが、こう、普段語ってる世界観とか歴史観に、非常にね、似とったわけですよ。うん。で、まあ、おっちゃんの場合やったらね、そこそこのことは分かってるので、あ、でもこれ間違ってるわ、あ、これ違うわ。だけど、ここまで徹底して理論体系まとめたら、普通のというのもおかしいな、そこそこのエリートの人だったら、ひっくり返るなと思いましたね。ほー。うん。それぐらいに、オウム真理教の教理というのか、語ってる理論っていうのがね、間違ってはいるんだけども、このかなりの部分での歴史観っていうのを持ってる。だからこれからこういう世の中になっていくので、こうしないといけないっていうね、納得、まあ納得というのはね、むっちゃくちゃ絶対に騙されるというぐらいのものがあったんですね。ほー。だから、頭が良ければいいほどあれは騙されますね。まあ今はね、もう女優さんにしても、まあ孫子って言われてた人だったかな。こう、間違いやったとかいろんなことを、まあ、ようやく気づいてはいるんですけれどもね。うん。でも、普通の人だったらね、騙されますね。で、一般、あんまり知識のないって言ったらおかしいですけど、まあ、そこそこの、まあ、一般的な感じの人やったら、まあ、普通に騙されるやろうし、うん。で、エリートの人やったら、もうね、もう、血気盛んに騙されますね。うん、で、さっきね、なんとか学会っていう話、お兄ちゃん出てきたんで、はい。それでさらにちょっとプラスしたいなと思ったんですけどね。うんうん。このオウムと、なんとか学会の違いっていうのを、まあ、おっちゃん的な観点で見るとね、うんうん。オウムの人たちが、この、立ち上がってる、動機っていうのはね、うんうん。自分のためじゃないんですよ。ほー。これは世の中を変えていかなあかん。世界のためや人類のためやっていうのがあるんですよ。うんうんうん、で、それとね、うん、なんとか学会さんっていうのは自分のためなんですよ。どちらかというと。はだから あちらの言葉で出た釈服でしたっけいうような形で、うん、それは自分の徳をつくむために、次の人で。もちろんその相手の人のこともあるんだけども、どちらかというと、信じることによって、なんとか唱えることによって、自分の人生が明るくなるというね。うん。まあもちろんだけど、そういうふうな仏教の教えを広めて、その世界平和というかね、世界を一つにしていこうっていうのはあるんですけれども、うん。動機がね、基本的に自分にあるんですよね。ああ、自己愛なんですね。うん。で、まあ、もうこれね、次のシリーズでお話しようと思ってたんですけども、ここが間違いシリーズっていうね。ああ、まあ、でももう。次にしようか。次にしましょう。そろそろ時間も時間だね。はい、じゃあ、告知しときます。はい。今後のね、まあ、前にも他の告知もしましたけど、中で、例えば、キリスト教の間違い。うんうん、そして、仏教の間違い。うん、特に、限定すれば、なんとか学会さんの間違いとかね。うんうんうん、生命科学となんとか生命のか、なんか、ちょっとわかりません。政党を作ってあります。あれの間違いとかね。うんうんうん、まあ、そういったことをシリーズとして今後やっていきたいと思いますので、その辺も楽しみにしておいてほしいと思います、うんうんうん。はい。ということで長くなりましたけども、こんな感じでよろしいでしょうか。そうですね。はい。長くなったついでにね、質問をまとめておきましょうか。はい、あ、そうですね。はい。何聞きましたか。はい。ということで、すいません。要するに、霊界ですね。死後の世界。うん、うん。あるかないか。で、神の存在。いわゆるその創造主としての神の存在。うん。これがいるのかいないのか。うん。もちろんそれぞれの答えには理由とか根拠も、必ずプラスしてほしいということね。うん、うん。で、二つ目の質問に関しての、いると答えた人は、それを人格がある存、あ、じゃない、そうじゃない、そうじゃない。
なぜ、騒動したのか、うんうんうんね、なぜ宇宙を作ったのか、うんうんうん、その理由をね、うんうんうん、どう考えているのかっていうのを教えてほしい。うんうんうん、三つ目は、三つ目も忘れたんですけど、その、三つ目が仏教かな？その、お釈迦様の話です。そうそうそう。はい。お釈迦さんは、すべての真理を解き明かしていたかどうか。うん、うん。いうね。はい。ですね。それについて、どう意見を持たれて、その根拠とする意見の根拠はね、何か。うん、うん。いうことね。はい。で、今、オウムの話が出てきたんですけど、これは、質問として言いました？質問じゃなかったような気、これはね、プラスアルファのおっちゃんの、メッセージということで、置いときます。そうそうです。お釈迦さんが出てきたんでの話は、はい、ちゃんと違いましたけど。なんとか学会が出てきたからかも。ああ、そっか。僕は、ね。違うわ。違う。はい。わかんないや。はい、ということで、そしたら、以上の3つがね、質問ということで。はい。はい。じゃあ、大変長くなりましたけれども、また何かありましたら、お電話や。コメントの方よろしくお願いいたします。はい。それでは次回の放送またお楽しみにしてください。さよなら。はい、さよなら。どうも皆さん。